仙台郡山線、仙台郡山線、仙台郡山、須賀川線、仙台郡山線は、宮城県仙台市と福島県郡山市を結ぶ高速バスである。共同運行する既存の乗り合いバス事業者と道路運送法改正によるバス事業の規制緩和により新規参入してきた元貸切りバス事業者が値下げ競争を繰り返し、新規参入事業者が 経営破綻から廃業に至るという、いわゆる、ツアーバス問題の典型的な展開を示した。同じ事業者が、同時期に参入した仙台福島線、仙台山形線でも、同様に激しい競争が繰り広げられた。仙台駅前、広節一番町、日本松バスストップコパル前から、第六中学校桑の三丁目郡山女子、大学郡山市役所虎丸、郡山駅前朝霞二丁目、 スカガワ営業所2021年4月1日改定。回数券は、県面記載の有効期限まで有効。かつて運行していた富士交通高速バス各社トイレ、なしの車両が使用される。ただし福島交通担当便は、車両整備等の都合で、阿武熊号、阿だたら号、郡山新潟専用のトイレ付き車両が、充当される場合がある。 公衆無線 LAN サービスに対応しており、福島交通では2017年6月上旬により、順次、道のりフリー Wi-Fi が、宮城交通では2018年5月より、順次、宮古フリー Wi-Fi がそれぞれ導入されている。ありがとうございます。